イギリス公式訪問を終え、帰国された天皇皇后両陛下。思い出の地、オックスフォードで陛下と再会した友人がエピソードを明かしてくれました。イギリスオックスフォード、両陛下は、先週末、思い出の地を訪問されました。陛下の首元にあるネクタイは留学していた40年前、自ら購入されたものです。最初に訪れたのは、 皇后さまが通われていたオックスフォード大学のベイリオルコレッジ。皇后さまは、大学側から名誉邦学博士号が授与され、陛下とお揃いのガウンで行進されていました。続いて訪れたのは、陛下が1983年から2年間過ごしたマートンコレッジ。何者にも飼えがたい日々、だったという留学時代を懐かしまれている様子でした。 学生寮の部屋から手を振られる両陛下。実はここ、陛下が留学当時自分の部屋として使っていた思い出の詰まった場所です。マートン・コレッジ学生、中で陛下を見ました。陛下は自分のカメラを持って、写真を撮っていました。両陛下は、沿道の人と積極的に会話される場面も。留学中の小学生、好きな授業は何ですかとか聞かれました。 話も弾み、楽しかったです。さらに帰り際には、陛下が留学時代の友人に本を渡されるシーンが。陛下の留学時代の友人ジョナサン・マデンさん。陛下と私は一緒にテムズ川で船に乗りました。彼は18世紀のテムズ川の水運について論文を書いていて、私はその時ボートを持っていたので。本のタイトルは、ルクチャーズ・オン・ウォーター。 水問題の研究を続けられる陛下の国際会議での講演などをまとめた本です。陛下の留学時代の友人ジョナサン・マデンさん、僕に本をプレゼントしてくれました。陛下に短くご挨拶できたことは、本当に嬉しく思いました。帰国後、両陛下は今回の訪問をこう振り返られました。両陛下訪問を終えての感想。 思い出に満ちた場所を再訪することができるとともに、懐かしい方々にお会いできたことは大変嬉しいことでした。日本と英国双方の多くの関係者の皆さんの尽力に深く感謝いたします。